おやす、ブランです。まず、皆さんに言いたいことがあります。ありがとう！皆さんご存知の通り、最近 B リーグの各チームにスポットを当てた動画を作ってるんですけど、自分と応援してるチームの動画も作ってくれーというお願いをかなりいただきます。いやー、本当にありがとうございます。ただし、たけし、ゴーダたけし、真面目にやれ。ロスターが埋まったチームの動画からさばいていきますので、さばく？しばしお待ちください。ということで今回はタイトルにある通り、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの動画だよ。名古屋といえば、B リーグ2年目、3年目にチャンピオンシップに出場している強豪チームですね。そして今シーズン名古屋としては、安藤、張本の日本代表コンビに加え、他の選手も伸び盛りの時期なので、今年こそ優勝やーと気合十分だったでしょう。しかし、今シーズンは外国籍選手の補強に失敗し、なんとエースであるバーレルの怪我もあり、まあ結構怪我するんだけど。スコアラーのビッグマンの不在で得点が伸びず、本来の実力を十分に発揮できないシーズンでした。それまでチャンピオンシップで出場できるほど強いチームだったので、今季は選手やスタッフ、そしてブースターともに苦しいシーズンだったでしょう。だが、そんな時期は終わりました。前回の動画。あ、7本前の動画で話した通り、最初からそう言え。今シーズン、名古屋の補強、やばいよね。ということで今回はそんな名古屋ダイヤモンドドルフィンズについて話していこうと思います。はい、これの選手クイズです。今回のヒントはこちら。ヒント1、身長180センチ。ヒント2、筑波大学出身。ヒント3、今シーズンは平均 9.7 得点。最後の方に4つ目のヒントとともに答えを発表しますので、お楽しみに。契約状況。名古屋ダイヤモンドドルフィンズは現在12名の選手と契約しており、契約可能なのは、あと一人までです。まあ当然ですが、ラスト一人は外国籍選手でしょうね。ただし、ロスターに入れるのは12人までなので、現在契約している選手の誰か一人が試合に出場できなくなります。そしてここからが重要。実はバーレルの帰化が噂されているんですが、もし帰化した後は、あと一人外国籍選手を獲得しなくてはなりません。なんで？それは獲得しなくてもルール上問題はありませんが、そうするとバーレルが帰化した優位性がなくなってしまうか、今シーズンの大阪とかみたいに外国籍選手と帰化選手を長時間コートに立たせなくてはいけません。そうなると怪我しやすくなっちゃいますよね。バーレル、きっとまた怪我しちゃうよ。老人はいたわらないと。どこが老人や。ということで、バーレル帰化後にもう一人外国籍選手を獲得してしまうと、結局契約できる人数をオーバーしてしまいます。ここから考えられるシナリオとしては、あんまり考えたくないですけど、インジャーリーリストに選手が入り、契約スポットが空くか、誰か一人をレンタル移籍で、さよならー、さよならー、する二択ですね。まあ、ここまで話してバーレルが帰化しなかったら、笑っちゃう。軽いな。ポイントガード。僕が個人的に一番ウェイトを置くべきだと思うこのポジション。もともといた笹山、木下、小林と3人のポイントガードに加え、斉藤匠が入りました。これにより、ポイントガードの強さが、まあ、どちらかといえば強いよねーから、あ、優勝レベルだわ、となりました。いやー、来シーズンが楽しみだ。どうしたんだい？いくらなんでもポイントガードを取りすぎじゃないですか？うん、まあ、そういう意見があるのもわかるよ。けど、俺もそう思う。同調するんかい。まあ、一つのポジションに3人でも多いのに、さすがに4人はやりすぎだよね。名古屋はあまり積極的に補強するチームではないので、オフシーズンの序盤は例年通りのメンバーをキープして、あとは今シーズンミスってしまった外国籍選手の補強に集中できればいいかな、と考えていたんだと思います。ところが、滋賀レイクスターズの日本人戦力が爆発しました。爆発はしとらん。いなくなっただけ。それで斉藤が欲しいチームで、名古屋以上に資金があるチームがなかったんじゃないですかね。他の強豪チームにはすでに代表レベルのポイントガードがいましたので、まあ張り合えるとしたら三河とかですかね。しかし三河は高橋とアビーの獲得を優先したので、名古屋がゲットできたんだと思います。ねえ、にしても、取りすぎだって。ということで今回は名古屋ダイヤモンドドルフィンズについて話してきました。もし紹介しているチームや選手に興味が出た方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っているのでそこから飛んでみてください。これからも B リーグを一緒に盛り上げていきましょう。
はい、選手クイズ4つ目のヒントと答えの発表となります。ヒント1、身長180センチ。ヒント2、筑波大学出身。ヒント3、今シーズンは平均 9.7 得点。ヒント4、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。ということで答えは笹山隆也でした。それでは。